どうも、ブルーンビューティーバーの小西とゆきです。今回のご相談は20代女性の方です。別れた彼氏の家にたまに行くのって変ですか、とのことですが、どう思いますか？なんで行くんだ、なんで行くんでしょう。やめた方がいいと思います。はい。どういうデメリットが出てきますか、行くと。逆に行って何のメリットがあるんですかっていう、まあ、体の関係もあるかもしれないですね。安心感もあったり。安心感があって体の関係もあって言うんだったら付き合えばいいじゃないですか。まあね。そう。だから変ですよまあ変ですかについては変ですよ。変ですよ。やめた方がいいと思いますよ。新しく好きな人とかできた時に多分うまくいかなくなったりとか、まあ、誰かの噂がね、うん、周りに回ってその好きな人に届いた時に信用されなくなるっていうこともあるでしょうから、今後の自分のことも思ったら、今はなんか心地いいのかもしれないけれども、今後のことを考えたらやめた方がいいと思います。そこはもうきっぱり断ち切るべきってことですよね。うん、だってなんで言ってるんだろうね。まあ依存というかね、ちょっとまだあるんでしょうね。それはもう甘えの関係だから、もうやめた方がいいですよ。うん、はいはい。じゃあぜひ参考にしてみてください。じゃあこういった形で何か相談したい方いらっしゃれば、年代や性別も書いて気軽にコメントしてみてください。それではブルーンビューティーバーの小西とゆきでした。